んにちは。マーティン&ジョンです。今回は、プラレールで、このカシャカシャカシャっていう音でわかりますよね。これです。じゃあまず、ここで待ってましょう。すごいのを見せるのでね。反対だ！反対だ。反対反対。こうだね。こうだ。はい、じゃあ見せます。プラレールの好きな方は、これを見てください。ほらね、光ってます。見て、もう一回見てくださいよ。プラレール好きな方は、この、マーティン&ジョンチャンネルを見てください。ぜひぜひチャンネル登録をもお願いします。来ますよ。ほら、来た来た。ほら、光ってんですよ、これ。電気の入れたからね。はい、じゃあまず、線路の紹介します。はい、じゃじゃーん。こうなってます。高いじゃダメだよ。こうなってます。はい、まずこうなってますね。で、はい、で、こうなってます。脱線してるよ。脱線してるよ。直してよ。こうなってますね。はい、で、こう来て、で、駅。あれ、駅。駅、破壊しちゃいましたね。駅ね。で、これ、プラレールのゲームです。じゃあ、後で、このプラレールのゲームを、やります。遊んでみましょう。後でね。次の動画で。次じゃないよ。次で、後で、この動画が終わったら、次、新しい動画を撮ります。言っちゃダメだよ。何よ？言っていいんだよ、別に。はい、見て。ほら。あと、この帽子の紹介をします。見てください、これ。昔の、なんか。東武の帽子。そう。貸してください。ほらね。これね、僕のお父さんの会社の人が、昔東武運転手をやってたっていう人からもらったんですよ。あと、このもう一つあります。これ。誰かぶる？もう一つね。買いましょう。もう一つ。はい、すごいでしょ、これ。いや、すごいでしょ。すごいでしょ。この中も紹介してみませんか？そうだね。この中ね。こういう風になってて、こっちもここ同じ風みたいになってて、僕ら上は普通にこうやってなってますね。で、ここに、頭部みたいに書いた。頭部って書いてあるのかな？簡単。お前、お前名前。